2点目でございますが、本当に1%の数少ない問題のある外国人の方を見つけて、その他の方々に円滑に申告していただくというのが私たちの使命でございますので、先生おっしゃいましたとおり、指標というのがですね、実は最長待ち時間20分というところで、私ども努力しておりまして、なるべくお待たせしないと、おもてなしをするということでやっております。ただおっしゃいましたとおり、システムの観点からいたしましても、こういうシステムをよくしたら、こういうふうに、処理時間が短くなったとかですね、そういうところについては、計測はなかなか難しくございまして、待ち時間自体がですね、空港の便の状況やお客様の状況、あと日本人と外国人の割合などによってもだいぶ変わってまいりますので、指標として持つのは若干難しいかなというふうには考えておりますが、そのような視点を持って、やっていきたいというふうには考えております。豊田先生、すみません、一点、機器の酌量についてなんですけれども、19ページに内訳ありますが、20億円、かなり単位としては大きいと思いますし、これ、中身はさまざまな種類の機器が入っていると思うんですけれども、これ、もう少し入札単位を細かくすることっていうのはできないんでしょうか。お答えします。機器の賃貸借のですね、大半を占めるのはサーバー機器でございまして、で確かにご指摘のように、サーバーのハードの部分とですね、中にあるソフトの部分と、切り分けるということができないのかといえば、今後検討して、次のリプレースの時にはそれが可能かどうかということも取り組んでいきたいというふうに思います。理論上はできると思います。そうですね、もう少し細かくすると、応札もしやすくなるんじゃないかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。内田先生、今の話と、関係してるんですが、集約化をするということも一つのやり方としてあるんで、どういう、特にデータベースみたいなものは、使い方の仕組みによってかなり、ライセンス料変わってきますよね。ですからそういうことも含めてきちっと検討していただきたいなというのが一つで、やっぱりハードウェア、全部見ると約30億のうち25億、下の方の1番と3番含めて考えると約25億あるって、ちょっとやっぱ大きすぎるなという感じはちょっと受けてますんで、このあたり、ここが極端に言えば 20% 減るとベラボに減りますよね。で、細かいところを一生懸命減らす努力をするよりは、やっぱり大きいところをどうやって減らすかということはぜひ考えておいていただきたいなという気はちょっとしてます。はいはい。運用費被害も酌量についてももう少し、この酌量につきましては保守付きリースになっておりますので、そういうところの保守の内容とかですね、そういうものもきちんと精査をした上でまた再度要求の際には見直していきたいというふうに考えています。細分化する方がいいのか、あるいは集約化する方がいいのかというのは、これはちょっと簡単に結論出るはずではないと思ってますんで、特に危機心間近に迫っているのであれば、そういうことも含めてきちっと検討して、していただきたいなというふうにはちょっと考えていますが、はい、24ページのインテリジェンス機能の強化というところなんですが、これは質問でも何でもないんですが、情報分析機能の向上とか、分析結果の迅速な共有というふうに書いてありますけれども、多分IT で実現するんじゃないかと思いますけれども。IT 化の前に情報分析能力というのを、その入管の内部で人材でですね、本当に情報分析できる人間がないと、それを機械の方に移せませんよね。そういうところの人材育成みたいなのは、ちゃんと行われてるんでしょうか。質問になっちゃいました。はい、質問になっちゃいましたね。人材育成につきましては、まだ入管局でもですね、この情報分析という分野につきましては、残念ながら、ちょについたところでございまして、今後、本格的にやっていこうというふうには考えております。で、ただ、育成といたしましては、研修としまして、どういうふうに調査をして、どういうふうに分析をした後、この大きなサーバーではありませんが、例えば分析のツールをどういうふうに使ったら、効果的に抽出ができるのかなどについての研修は行っておりますが、本格的な育成については、まだちょについたばっかりでございますので、今後、インテリジェンス機能の強化をやる
中でですね、機械ばっかりではなくてですね、人間の育成もきちんとやっていきたいと。なんかこのビッグデータみたいなのも関係するのかななんてね。まさにビッグデータになると思いますので、ね、そうするとかなりちゃんとした体制でやらなきゃいけないし、多分それは現用であるその入管だけではできなくて、国の研究所とかありますよね。そういうところとタイアップしてやるべきかな。ベンダーに直接聞くんじゃなくて、はい、というふうにちょっと感想ですが。はい、わかりました。あ、いいですか。じゃあ井上先生、内田先生。はい、先日羽田の方で、この外国人出入国情報システム実際作業されているのを見させていただきました。でそこで私が感じたのは、まあ、単なるこれは事務手続きではなく、やはり我が国の治安というのを、まず入国のところから守っているという感想を抱きました。で、費用の方なんですけれども、つまりこの費用、じゃあこの30億というお金が、じゃあそういう観点でどういう評価したらいいのかというところで、これもちょっとホームページの方、法務省のさんのですね、出入国管理業務の業務システム最適化計画、これは2011年法務省情報化推進会議決定というものがございましたので、ここでまさにその費用のところがどうなっているのかちょっと見させていただきましたら、このシステム全体運用経費なんですけれども、まあ、これはバイオメトリクスを活用した出入国審査体制の確立に要する経費が高額になっていることが理由であり、この施策を実施せずにテロの発生を未然に防ぐことができなかった場合、日本社会に甚大な被害を及ぼすことにもなるため、その実施は不可避であるという説明になっております。これはまさに私が現場で感じた内容と同じでございます。であるならばですね、そのさっき このアウトカム、要はこの成果というのは、その手続きのコストだとかその稼働率ではなく、まさにこの外国人犯罪者が国内においてその犯罪がですね、未然に防げたということをもってですね、まさにこのコストの理由とすべきだというふうに思っております。これが1点です。でもう1点は、この説明を読むと、日本社会に甚大な被害を及ぼすことになるため、その実施は不可避であるということを理由に、そのことだけで高額なものは許されるというような説明ではですね、やはり日本国民全体として、あまりにもアバウトでですね、納得感がないので、逆にここのその どういうその説明ができるか分かりませんけれども、この甚大な被害というものをもうちょっとですね、具体的に表して、このコストが30億というものがですね、それが実際必要なものなんだというような説明の方のですね、部分もより詳細にやるべきであるというふうに思っております。意見と質問という方ございます。以上です。今のご指摘はまさしくその通りだと思いますので、ご指摘を踏まえて今後対応していきたいというふうに考えて、おります。今の質問とも、あるいは、インテリジェンス機能ということにも関連するんですが、今外国人で、自動化ゲートを通れる人というのはどういう人なんですか。外国人で自動化ゲートを利用できるのは、現在は我が国に在留する外国人だけですよね。ですが、すみません、はい、先日、入管法の改正が成立いたしまして、これによって自動化ゲートを利用できる外国人の範囲が拡大してございます。具体的に申し上げますと、ビジネス目的などで我が国を頻繁に訪れるけれども、1回あたりの滞在は短期にとどまるというような方についても、一定の要件のもとに、自動化ゲートを利用できるようにすると。そういう改正が先般なされたところでございます。一定の回数というのはどういうふうに解釈するんですか。具体的には今後省令等で規定することになりますけれども、例えば今時入国の前に、2回1年間に来ているとかですね、そういった形で、何回するかは、今後具体的に考えていきたいと思っています。これはちょっとあれなんですけど、私アメリカに行くとなんか非常に簡単に入れてくれるんで、
なんでだかよく分かんないんですけども、極端に言うと、両方の指紋を取られるケースでも、私、片方しか取られないというケースもあったりしたケースもあるんで、どっかで何かが効いてる可能性がありそう、まあ、正確にそうなってるのかとか、こんなところで言うと、以降、そうならなくなっちゃう恐れはあるかもしれませんが、まあ、本来的に言えば、きちっとそういうものを正規の形で決めて、それは必ずしもビジネスマンだけでいい。だけじゃなくたっていいじゃないかと、要するに旅た、まあ、これからますます旅行者、いわゆる観光客として入ってくる人たちがたくさんいるんであれば、その人たちのある一定の条件を満たした人たちに対してやるということの考え方があってもいいんじゃないかなというふうには個人的には感じているんですが、そのあたりは今回 の, 法, そのなんていうか法律では一応そのビジネス目的だけというふうに限られているんですか。法律上ビジネス目的に限られているわけではございません。ないんですね。そうすると、じゃあ逆に言えば、書類でそのあたりは、はい、まあ、具体的には変えることができる可能性もあると。あえて抽象的な言い方をさせていただきますと、はい、出入国管理上のリスクの低い、はい、信頼できる旅行者というふうに申し上げたらいいのかと思います。わかりました。はい、ありがとうございます。